はい、どうも、はじまきよしろです。まあね、トレクルあるよね。頼れるやつら制度ってゴミすぎない？あれ、ポイント的にはいいんだけどさ、どんだけあのキャラを船長に置いて周回させたくないんだよっていう執念はあるよね。なんか、性能がひどすぎだよね。 やばいよ、あの性能は。必殺技もね、ギミック回復はいいんだけど、船長効果がさ、即属性の攻撃を1.3倍にするとかさ、何それって思っちゃうよね、普通に。何がしてんだろうね。今回3体出るんすよね。感じだよね。はっきり言ってゴミだよね、やってることがね。なんか金稼ぎでしかないからさ、なんかキャラを壊すことにもなりえないっていうか、まあひどいことはやってますよね。しゃくギャロウェッウェッウェイウェイ。なんで今回3体なんだろうね。まあ今回はなんかクロコダイルっぽいっすね。あ、フェスゲンがクロコダイルなのかな。何なんだろうな。まあクロコダイルなんじゃないかとは言われてるよね、なんかトレジャーマップが。まあ、今回はいい性能だったら回るけど、良くなかったら回んないっていうけど、回んのきついわ、さすがに。もう回りたくないと、もうビッグワン回った瞬間に回り欲がなくなるっていう男。嫌だな、回りたくないな。すごい嫌なやつですけどね。まあクソだけどね、やっぱクソには変わりないからね。いや、最近ね、あれだ、まあトリクル雑談だな、今日も。いや、即属性攻撃1.3倍で。いや、ボア・ハンコックはまだ分かったよ。ベリー3倍は。あれはまだいいけど、なんかひどすぎだよね、やってることね。周回させてくれないもんね。なんか、何がやばいかって、イベントキャラの方が強いっていうね。それは恐ろしいよね、やってることはね。ゴミガチャみたいなもんだからさ。まあ、ゴミですよね。マジでゴミだよ。まあ恐ろしい商売してんなとしか思わないよね。まあなんか性能もね、それっきりのなんか、って感じだよね。で、入れても、まあ、ステータスは高いのか、そっか。ステータスは2.5倍だから、まあ、1000くらいじゃないと。あれで1500とか入れたり、体力をね、高めにしちゃうと、すごいぶっ壊れになっちゃうからね。それにしても弱いよね。船長効果くらいはね、そこそこにしてほしいよ。波のガチャゲンくらいは。ステータスは高いんだよな。2.5倍になるから。
そこはすごいんだよ。ああ、でも、すごくねえや。4時だもん。まあそうやんなきゃ。でもひどくなったよね、頼れるやつらもね。だいぶひどくなったもんな。最初はすごいまともだったんだよ。ちょっと待って、頼れるやつな、全然頼れねえんだけどな。で、上手外れすぎやないってくらい弱くない？即属性のスロット影響 1.75 倍。まあ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 。普通としても使えるけどさ。スクワード。あ、スクワードの時は 2.25 だしね。普通に使おうと思えばステータスは低いけど、むちゃくちゃいいよね。必殺技とか。ね、こういうのなんだよな。赤犬の時もさ、弱体屈をしてる。うわ、強いな、赤犬。バリア剥がせんじゃん。やばくね？え、バリア剥がせるよ。これって結構すごいことなんだよね。うわー、ドフィーを手に入れてから欲しくなったって言ってるけど、まず、ドフラミンゴの弱点はバリアなんで、それを一旦外せると。一旦だけっていうのもいるんでね。バリアは強力すぎるから、やっぱ99ターンバリアとかでひどいバリアやってくるやつはね、まあまあ中にはいるけど。うわ、強いな。どこでおかしくなり始めたんだろうな。こんなひどいさ、キャラを冒涜するかのような、ね、船長効果。まあ、船長じゃないからって言い訳されたら確かに。で、全く噛み合わない時もあるしね。ひどい時はほんとひどいからな。姉もね男爵、姉もね男爵、姉もね男爵、姉。あ、多分黒ひげからかな。黒ひげも結構ねひどいからね。何がやばいか、2ターンの間タップタイミングボーナスにキャラの攻撃かける15倍。ひどいな、これゴミすぎだよな、よくよく考えて。まあ多分 2.5 倍だ。200かけ 2.5 はかけ15はかけ6はで26万しか上がんねえし、トレジャーマップでも黒ひげがちょっと狂ってったよね。もうベンベックマンとアプーはねもうやばいよね。あ、クロコダイルでほぼ角って出てるね。トレジャースゴフェスはなんか来る感じはないね。あー、クロコダイルなんだ。姉もね男爵。
退屈をしてる人のために生きる。退屈をしてる。ちゃちゃちゃ。まあということでね、まあいつかまたネタ切れになったらゼファーとか金獅子の式出してほしいですけどね。でもさ、金獅子の式ってさ、キャラ数足りなすぎだよな。インディゴとゴリラでしょ。だから多分単体出現にはなると思うんで、ね、まあガチャ券でちょっとは出るだろうけど、ゼファーとかもね、なんかあのモサモサのやつとアインしかいないからね、大変だし、映画はなんか大変らしいしね、ボイスつかないっていうのはね、すごい暴挙みたいなとこあったけどね。やっぱりまあもうトリクルもう終わりなんかな、やめてほしいな、トリクル終わりは。悲しいな。それはいや、やめてほしいわ。やっぱ好きだもん俺トリクル。まあね、やめないけど、動画自体はね、俺が今やめるノリで今行こうとしたけど、何やめようとしてんだと思っちゃった。What you lost on something? でもなんか片栗2人でやったら2ターン遅延してくれるのかと思ったね。それ強すぎでね、どんどん相手のターン数が増えていくみたいな現象が起きちゃうしね。そんな体力高いですよねえか。それだったら全部壊れすぎだけどね。でも1ターンでも相当強いよな、よくよく考えたら。おかしくない1ターンでもずーっと攻撃できちゃう。あーでもずっと攻撃できないんだよな、あれは。遅延効果が解除されるまでは遅延は付与されないから、めんどくせ。まあ2パンには変わりないのか、片栗は。でももうアニメであれが出たから、そろそろねあいつが出てもおかしくない頃だとは思うよ。ギャング、カポネギャングベッジ、多分今回技属性なのかな、ドフラミンゴ。今日ドフラミンゴ何がやりそう、地属性かな、属性的には。でも技属性な気もするよな。属性変化とかすん、まあトレジャーマップはね。でもね、俺今回から本当はやり始めなきゃダメだったんですよ。なんでかっていうと、今回から過去のトレジャーマップのエースが始まるんですよ。エースは取っときたいなって思って。エース強いしね。むちゃくちゃ強いもん、エース。すげえ強いもん。自由タイプ船長だったらむっちゃ強いから。で、自身が船長でもね、だいぶ強いから。その次にサボも強い。結構ね、トレジャーマップ、でも最近はまともなキャラ増えた気がするけどね。まあビッグママクソだけどな。
ぶっちゃけ。いや、キザルの方がクソか。うん。でも、キザルも使えることはないよね。でも、やっぱりその、超原点にして頂点のミホーク。ミホーク強すぎじゃないですか、皆さん。全体攻撃できます。スロット固定、スロット影響2倍っていう。はぁーってくらい強いもんね。で、スロット固定もまた 2.75。破格の強さですからね。うん。強い。で、その次のね、白ひげがひどいよね。よく、もう今俺全く使わなくなった、白ひげは。めんどくさすぎる、体力条件が。うん。事故る。普通に。で、船員でも使わねえしな。うん。船員でも使わない。なんかちょっと、情報修正してほしいよな。1ミのスロット影響2倍にはしてほしい、普通に。ドフラミンゴだってできるからね。ドフラミンゴひどいな。それはそういうやつだろうって思っちゃうけど、さすがになんか遅延状態でなんか2倍、2バリアで 2.25 ってさ。見えてほしいよな、普通に。まあ、ビッグママ。まあ、ビッグマムだけど、あれもあれで使い勝手はあるけど、弱いよね。あれ、もう、俺、フェスゲン来たら多分ね、俺の予想は属性の種類がいればいるほど必殺ダメージアップみたいな。最大で5倍とか。で、1ミの攻撃力を 3.5 倍にし、みたいな。あねもうね男爵あねもうね男爵今ブッブーブッブーブルルオーイエーイ他の4属性が揃うだからちょっとよ難易度はっていうか編成難度っていうのは優しくなると思う、強靭ビッグマンでも強いよね。でも面白いのがビッグマンを肩くると相性いいのかなと思ったら相性良くないっていう。強靭タイプだけだからさ、クソーって思ってるな。そこは何それって思っちゃった、でも多分打突射撃の流れが来てるから多分あれだな。まあ野心射撃タイプとかのカポネギャングベッジ多分射撃パの船長にはなると思う。スロット影響かな、射撃パで。射撃パ強いから、でも、むちゃくちゃすごいのは、ね、射撃タイプの攻撃力とスロット影響を2倍にするとかね。それは夢だよね。倍にするみたいな、攻撃力。どうみたいな。もしくは、射撃タイプの、なんかね、そういうのいいよね。ロマンがあるっていうか。ロマンあるなあ。そういうのは望んでるよ。でもノストラなんとか号だっけ、ギャングベッジの船、あれ条件厳しすぎだよね。ダメージ半減しちゃうからさ、あのダメな3タイプ入れると、どうやって使えばいいのって。俺はバカだから多分使えねえよ、あんな。まずクリアできねえしな、特訓の森。なんかトレクルでさ、最初はすごい、あ、マスター難易度なのとか、分的にはマスター難易度でしょうとか言われたから、やったーと思ったらめちゃくちゃ難しかったしな。まだやってないけど、難しい。まあこれから攻略が増えていくと。ドラレルドゥ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 ドラレルドゥデラダディン。でもあれも来てほしいな、特訓の森ビッグマムでママの船、フーネーっていう、あの船は多分むちゃくちゃ強いんじゃないかな。野心タイプの攻撃力を 1.75 倍、体力を 1.6 倍みたいな、なんか65倍みたいな、 1.75 倍とか。でターン終了時に、それはや、それはめんどくせえか。どんなのなんだろうね。いやん
でもなんかかわいそうな船とかはあるよね。なんか、うん、最初に出ちゃった4校のなんかドレッドサーベル号だっけ、ドレッドサーベル号じゃねえや、最初に出たシャンクスの船結構かわいそうじゃない。これから強い船が出るかもしれないのにさ、すごい初期の方で出ちゃって、レッドフォース号だ。博識タイプの攻撃 1.5 倍、体力 1.3 倍、強いけどな、普通に。強いな、普通にな。でも赤犬の船ってなんだろうね。赤犬の船ってなんだろうね。あ、やばいの、もう頭おかしいな。赤犬の船って本当になんだろう。あいつ船乗らねえもんな。あ、でも乗ってたか。多分、アニメでやってたもんな。こうやって、もうこんな腕組んでさ、その先頭に乗ってたあの海軍船。でも、ドン赤犬の船みたいなのないよね。キザルはなんかこじつけた感じがあったじゃん。うん。キザルの砲弾みたいなさ。こじつけ感はあったけど、まあ、青生地はわかるよ、青チャリは。うん、赤犬が乗る船ってなんだろう。ノストラカステロ号のあれ戦車バージョンも欲しいよね。水陸両用だって言った時もあれも来てほしい。あとこんな船だっけ、ベッチの船って。あ、でも、まあ、こんな船なんだろうな。あねもねだんしゃぐ、あねももねだんじゃ、あねもねだんしゃぐ、あねもねだ、まるでデジャブのように、あのぬにねいなのぬに、スローモーション止まってしまう、凍りついたストップモーション、赤いが目的なら情け容赦は無用、振り返るな欲のタンク。いやー、次のフェス限、どうせトレジャーマップフェス限出んのかなってことは出ないっぽいね、トレジャーマップフェス限は。さすがにそんなやってこないかって言ってやってきそうだけど、ダウンロード入って出ないってことは出ないのかな。まあ、出ないんじゃないかな。ちょっと寂しいね。でも最近超進化もやめちゃったから、ようやく意見が回ってきたみたいな感じあるけどね。でも超進化ないのは残念だよね。普通に。普通にってなんだ、普遍的に。いや、普遍的にはもっとおかしいな。いや、超進化ないの、いや、俺超進化してないけどさ。まあ、もう厳しくなってきたのかな。ね、あと、ちょっと。ビッグマム海賊団全員出すまではみたいな。でもビッグマム海賊団がギリギリ出して多分終了だろうな。いやー悲しいな。プルクル復活してほしいな、なんかの機会に。また今までの既存のキャラクターもバババーンって出しちゃってさ。いやでももう終わりでしょ、超進化出ないってことは。もうね、あんな毎月超進化出してたのにさ、金にならねえことはやらねえって、すごいね、うわーっていうような人だけど、人たちっていうかね。普通にルフィたちのさ、船が弱いのは納得いかないよね。あれは普通に納得、普通にっていうのが口癖だけどさ、納得いかなくない？いやでも強いよ、あのシャボンディコーティングがついたのは。体力増加欲しいよね。ダメなのかな、なんか。でもズニー社ほど頭のいかれてる船はないよね。あのいい効果しかないっていう、攻撃力 1.55、 体力 1.25、 そしてユーリースロット、連肉で、パーフェクトタップ難易度かなり優しめ。頭いかれてるよあの船は。でも強いもんなズニー社。ズニー社の攻撃で50万くらい与えてくれるのがあればいいんだけどね。ドバーンって感じでさ。クーマのプー。
クマのプークマクマクマのプー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 クマのプープークマのプープークマクマクマのプー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 クマのプークマのプークマクマクマのプー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 クマのプークマのプークマクマクマのプープークマのプークマのプークマクマクマのプー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 クマのプークマのプークマ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 プー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 クマのプープークマのプープークマクマクマのプークマのクマクマクマのプークマのプークマクマクマのプー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 プクマのプークマのプークマ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 プー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 、あ、思ったんだけど、そろそろ黒ひげ超進化来るよ。で、多分これトレジャーマップはあのだいぶ引きずるね。頂上戦争編、次は誰だ、次は誰が出るんだね。だいぶ引きずるよね。だってクロコダイル出すんだよ。あ、え、あいつ出すのって話じゃん。まあ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 、おかしい人だな。まあ結論、ドレグルは楽しい。ちょっとよくわかんない。ちょっとこれはやばい。はい、あざした、ディザスター。